パーダスとはトルコ政府からの支援を受けて開発されているリナックスディストリビューションである。パーダスはトルコ政府機関での利用などのオフィス関連作業に主な焦点を合わせているにもかかわらず複数の言語で出荷されている。パーダスは使いやすく無料で利用できるため世界中で多くのコミュニティを生み出している。パーダスはトルコ科学技術研究会議の一部門である トルコ国立原子工学暗号学研究所によって開始された。パーダスの最初のライブ CD バージョンは、現当リナックスのフォークであったが、現在のバージョンはデビアンのフォークである。PC はパーダス用に開発されたパッケージ、管理システムである。PC はパーダスの初期バージョンでは使用されていたが、プロジェクトがデビアンベースに移行すると APT が選ばれたため放棄された。 2011年9月19日にリリースされたパーダス2011.2は PC を使用した最後のパーダスリリースとなった。PC は様々なパッケージ、ライブラリー、困るタスクの依存関係を保存して処理する。PC の機能には以下のようなものがあった PC パッケージ管理機能を搭載した旧式パーダスのコミュニティフォークが存在し、それは PC Linux と呼ばれている。 PC Linux の最新の安定版は1.2、最新の開発版は2.0ベータ2となっている。ローリングリリースの Linux ディストリビューションであるソルスのパッケージ管理システムであるヤプクグは PC をベースにして派生している。ヤリーはユーザーが最初に遭遇するパーダスソフトウェアである。基本的にはハードウェアを認識してインストールメディアからパーダスソフトウェアをユーザーが選択した。 ハードディスクパーティションへとインストールする。ヤリーはディスクに見つかった NTFS パーティションのリサイズを処理することができる。ヨールとはボスポラス海峡地域で一般的な水辺の邸宅のことである。このプロジェクトはデビアンベーイスへの移行から停止され使用されていない。キャプタンは最初の起動時に起動するデスクトップグリーターである。デスクトップのテーマ、マウス、キーボード、 言語の設定、日付と時刻、KDE メニュー、壁紙、パッケージマネージャーの設定、スモールとデスクトップの数を変更することができる。キャプタンとはトルコ語で、体調を意味する言葉である。このプロジェクトはデビアンウェイスへの移行から停止され、使用されていない。ジストロウォッチの作成者であるラディスラフ・ボドナーは、2006年の Linux、Nix 総括において、 パーダスはユニークなパッケージ管理のアイデア、革新的な起動シーケンス、一般的なデスクトップの宣伝により、その年で最も感銘を受けたディストロの一つであると記した。Linux ユーザーデベロッパーの著者であるドミトリー・ポポフは、パーダス2011ベータレビューの表題を今年最もエキサイティングなディストロにした。 デビアンベースのパーダスコミュニティエディションが2013年4月12日にリリースされた。PC Linux とパーダスアンカプロジェクトは PS ベースのパーダスからフォークされた。その有志たちは PS やその他のパーダス独自機能を独自で継続することを目指している。PC Linux は2つの新バージョンをリリースした。これらのバージョンはパーダス2011.2の64ビット版を そのまま引き継いだもので、ピシやキャプタンなどの更新版が含まれている。ありがとうございます。